久保さん。今回山本太郎にしましょうか山本太郎さん、はい。僕ね、山本太郎さんの好きなのがあって、何かというと、こう、あの、講演してるじゃないですか。演説してるじゃないですか。で、ヤジ飛んでくるじゃないですか。あ、どうぞと。あの、マイクを持たすっていうね、あれが好きなんですけど。<laughs> まあ結構ね、それをが YouTube に取り上げられてることが多いので、まあそれを見るっちゃ見るんですけど。まあ正直多分、まあやりたくないですよね。 まあ、やりたくないんですけど、まあ、山本太郎さんのそれも一つの戦略だとは思うんですけど、みんながやらないから、やらないことを声を拾っていくっていう。普通、ね、酔っ払いのおっさんにマイクを持たさないですよ。なんか酒飲んでる人に <laughs>。とかね、いろいろ、いろんなパターンありますけど、まあ、それはそれで山本さんのスタイル、戦略の一つなんじゃないかなと思いますけど、うん。要は、みんなの意見をちゃんと聞くんだっていうところを見せるために、 まあそういう人から聞いてると、まあそういうふうに見えますよね。うまいなと思いますけどね、ある意味。ある意味、その、まあ、嫌なんだけども、戦略として見た場合は、それを旗から見ると、すごい対応してるなと見えるし。でも、その戦略を使うって言っても、ぶっちゃけその対応するのは山本さんですから、しんどいですよね。 たとえ戦略だとしても、あれを実行できるのは、多分あんまり国会議員の人でいないんじゃないですか。あの絡みができるのは。た <laughs> とえ戦略だったとしても、できますかっていうとこでしょうねうん。マイク持たせることできますかと <laughs> うん。だからそれがね、結構僕は好きなとこですね。うん、多分戦略だと思うんですけどね。 だけど戦略だったとしても多分できないですね。やりたくないんで。その戦略は取りたくないっていうね <laughs>、うん。まあ、面白いですよ。あの、うん、すごい面白いなと思いますね。うん、はい。い,いってらっしゃい。